一問一答で覚える中学受験公民をご視聴いただきありがとうございます。この動画では日本国憲法三大原則三大義務について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。日本の国の最高法規であり国の基本原則や国民の権利や義務を定めた文書のことを何と言いますか 正解は、日本国憲法です。私たちの社会には、住みよい社会を作るために、社会には様々な決まりやルールがありますが、その基本となるものが日本国憲法です。日本国憲法は、国の最高法規であり、国の基本原則や、国民の権利や義務を定めた文書です。第二問。国民によって作られた憲法のことを、何と言いますか 正解は、民定憲法です。国民によって作られた憲法のことを、民定憲法と言います。日本国憲法は、GHQ が作成した憲法草案をもとにして、日本政府が改定案を作成し、国民の代表が集まる帝国議会による審議を経て可決され、日本国憲法として成立しました。第3問。日本国憲法が交付された年月日は、 いつですか正解は、1946年11月3日です。日本国憲法は、1946年11月3日に公布されました。第4問、11月3日は国民の祝日ですが、何の日ですか正解は、文化の日です。 11月3日は文化の日です。日本国憲法が交付されたことを記念して国民の祝日に定められました。第5問。日本国憲法が施行された年月日はいつですか正解は1947年5月3日です。日本国憲法は1947年5月3日に施行されました。 第6問。5月3日は国民の祝日ですが、何の日ですか正解は、憲法記念日です。5月3日は、憲法記念日です。日本国憲法の施行を記念して、国民の祝日に定められました。第7問。日本国憲法が交付、施行された時の内閣総理大臣は、誰ですか 正解は、吉田茂です。日本国憲法が交付、施行された時の内閣総理大臣は、吉田茂です。第8問。日本国憲法は、全文と、何章、何条の条文で構成されていますか正解は、11章103です。日本国憲法は、全文と、 11章103条の条文から構成されています。第9問。国の基本となり、最も強い力を持つ決まりのことを、何と言いますか正解は、最高法規です。国の基本となり、最も強い力を持つ決まりのことを、最高法規と言います。日本国憲法は、第98条で、 国の最高法規であるとされているため、憲法に反する法律や命令を出したり、政治を行ったりすることはできません。第十問。日本国憲法の三大,大原則のうち、国家の主権が国民にあることを、何と言いますか正解は、国民主権です。三大原則のうち、国家の主権が国民にあることを、 国民主権と言います。全文や第一条で、主権が国民にあることが示されています。第十一問。日本国憲法の三大原則のうち、誰もが生まれながらに持っている、人間らしく生きるための権利を尊重することを、何と言いますか。正解は、基本的人権の尊重です。三大原則のうち、 誰もが生まれながらに持っている、人間らしく生きるための権利を尊重することを、基本的人権の尊重と言います。第十二問。日本国憲法の三大原則のうち、周りの国々と協力して世界の平和を守ろうという考え方のことを、何と言いますか。正解は、平和主義です。三大原則のうち、 周りの国々と協力して世界の平和を守ろうという考え方のことを平和主義と言います。第9条では戦争の放棄や戦力を持たないことなどが示されています。日本国憲法の三大原則に関する記述。全文。日本国民は、政党に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために、諸国民との共和による成果と、 我が国全土にわたって自由のもたらす計託を確保し、政府の行為によって再び戦争の参加が起こることのないようにすることを決意し、個々に主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。第九条。 1. 1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2. 全国の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。第十一条。 国民は、すべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。第13問。国民の三大義務のうち、日本国憲法、第26条に定められている義務は、何ですか正解は、 子供に普通教育を受けさせる義務です。国民の三大義務のうち、日本国憲法、第26条に定められているのは、子供に普通教育を受けさせる義務です。第26条2、に、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。第14問。 国民の三大義務のうち、日本国憲法、第27条に定められている義務は、何ですか正解は、勤労の義務です。国民の三大義務のうち、日本国憲法、第27条に定められているのは、勤労の義務です。第27条、1、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 第15問国民の三大義務のうち日本国憲法第30条に定められている義務は何ですか正解は納税の義務です国民の三大義務のうち日本国憲法第30条に定められているのは納税の義務です第30条国民は法律の定めるところにより 納税の義務を第16問。日本国憲法の改正の手続きは、大難条に定められていますか正解は、第96条です。日本国憲法の改正の手続きについては、第96条に定められ、改正には多くの手続きが必要となります。日本国憲法は、国の最高法規なので、 改正は慎重に行う必要があります。第96条。1、この憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2、 憲法改正について全校の承認を経たときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。憲法改正の手続き。1、国会議員が提案し、憲法改正案を作成します。2、国会において、衆議院と参議院で、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議します。 三分の二に満たない場合は、廃案となります。三、国民投票において、有権者の有効投票総数の過半数の賛成で、国民の承認を得ます。過半数に満たない場合は、廃案となります。四、天皇が、国民の名において交付します。第十七問。国の政治のあり方を最終的に決定する権力のことを、何と言いますか 正解は、主権です。国の政治のあり方を最終的に決定する権力のことを、主権と言います。第十八問。大日本帝国憲法では、主権者は天皇とされていましたが、日本国憲法において、主権者は誰ですか正解は、国民です。日本国憲法では、主権者は、 国民です。全文や第一条に、主権者は国民であることが示されています。第19問。人民の、人民による、人民のための政治という言葉を述べた、アメリカの大統領は、誰ですか?正解は、リンカーンです。人民の、人民による、人民のための政治という言葉を述べたアメリカの大統領は、 19世紀の後半に活躍した、リンカーンです。日本国憲法の全文には、リンカーンの言葉をもとにした、民主主義の原理が示されています。第20問。選挙によって国民の中から選ばれた代表者たちが、議会で話し合って、様々なことを決定する仕組みのことを、何と言いますか。正解は、 間接民主制、大議制です。間接民主制とは、選挙によって国民の中から選ばれた代表者たちが、議会で話し合って、様々なことを決定する仕組みのことです。日本では、選挙で選ばれた、国民の代表者である国会議員が、国会で法律や予算を話し合って決定し、政治を行っています。第21問。大日本帝国憲法では、 天皇は主権者とされ、国の統治権を持っていましたが、日本国憲法では、天皇は、第一条で、何と定められていますか正解は、日本国と日本国民統合の象徴です。日本国憲法、第一条において、天皇は、日本国と日本国民統合の象徴であると定められています。第二十二問。 天皇には一切の政治に関する権力は与えられていませんが内閣の助言と承認に基づいて天皇が行う国に関する形式的儀礼的な仕事のことを何と言いますか正解は国事行為です内閣の助言と承認に基づいて天皇が行う国に関する形式的儀礼的な仕事のことを 国事行為と言います。天皇が行う国事行為は、憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること、国会を召集すること、衆議院を解散すること、国会議員の総選挙の施行を交付すること、国務大臣の任免を認証すること、外国の大使及び公使を切授すること、儀式を行うことなどです。 大日本帝国憲法と日本国憲法の比較。大日本帝国憲法は、1889年2月11日に発布され、1890年11月29日に施行されました。天皇が定めた、禁定憲法です。日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。 国民が定めた民定憲法です。国会について、大日本帝国憲法では、衆議院と貴族院で構成され、天皇を助けるための機関とされていました。日本国憲法では、衆議院と参議院で構成され、国権の最高機関とされています。自由と権利について、大日本帝国憲法では、天皇が国民に与え、法律の範囲内で自由や権利を認めていました。 日本国憲法では、犯してはならない永久の権利として、基本的人権を保障しています。内閣について、大日本帝国憲法では、天皇を助けて政治を行い、重要な事柄については、数密院で審議するとされていました。日本国憲法では、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の指名で選出され、国民の代表者で構成された国会に対し、 連帯して責任を負います。憲法改正について、大日本帝国憲法では、天皇が発議し、国会で議決するとされていました。日本国憲法では、国会が発議し、国民投票を行います。第23問。日本国憲法の三大原則のうち、平和主義については、日本国憲法の大難条に定められていますか 正解は、第9条です。日本国憲法の三大原則のうち、平和主義については、日本国憲法の第9条に、戦争をしないこと、戦争放棄、戦力を持たないこと、国の公選権を認めないことが示されています。第24問。1950年の朝鮮戦争の時に作られた、警察予備隊が元になり、 1954年に作られた組織の名前を何と言いますか正解は自衛隊です。自衛隊は1950年の朝鮮戦争の時に作られた警察予備隊が元になった組織で1952年に保安隊、1954年に自衛隊となりました。第25問。 自国が他国から直接攻撃された時に防衛のために反撃することができる権利のことを何と言いますか正解は個別的自衛権です。個別的自衛権とは自国が他国から直接攻撃された時に防衛のために反撃することができる権利のことです。日本政府は自衛隊について 他国を侵略するためのものではなく、自国を自衛するためにやるのだから、戦力には当たらず、憲法違反ではない、としています。第26問、自国と密接な関係にある外国が攻撃されたときに、自国が攻撃されていなくても、自国に対する攻撃と同じように考えて反撃することができる権利のことを、何と言いますか正解は、 集団的自衛権です。集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国が攻撃されたときに、自国が攻撃されていなくても、自国に対する攻撃と同じように考えて反撃することができる権利のことです。日本では、日本国憲法第九条により、集団的自衛権は禁じられてきましたが、安倍晋三内閣は、2015年、 集団的自衛権を認める安全保障関連法を成立させました。問題は以上です。今回は、日本国憲法、三大原則、三大義務についての学習でした。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を、多数公開しています。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 ご視聴ありがとうございました。